ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただく車がレンジローバーオートバイオグラフィー2021年式9800キロこちらの車両になります。今回久しぶりのレンジの紹介なんですけども、はい、紹介ちょっとテーマがあるんですよね。ゲレンデご検討されている方ちょっと待ってくださいというわけで、ちょうどゲレンデの350と、はい、いろいろこう被る部分というか、そうですね、まあ、値段的にとか、まあまあそうですね、ちょっといろいろ、まあ、比較すると面白そうということで、うん、はい、今回その辺を踏まえてご紹介させていただけたらなと思います、はい、というわけで一番おそらく皆さん気になっているところといえば、はい、相場じゃないかなと、はい、改めて調べたんですけど、うん、被ってるんですよね。予算感でいうと、はい、全然こう検討に入ってくる車種になってくるのかなと、うん、近いですけど今回はオートバイオなんでグレードが上なんですね、はい、だそこのレンジを考えたらお買い得じゃないかなっていうところ。ああ、なるほど。レンジの上位グレードですもんね。上位グレードなんで、はい、もちろんその上に SV ありますけれども、はい、一方350って言ったら、はい、まあ、ゲレンデで言ったら一番エントリーですからね。エントリーなんで、はい、外装からご紹介させていただきますけれども、はい、寸法的なところ、レンジローバーの場合全長5005、全幅の方が1985、全高の方が1865で、一方ゲレンデ G350 の場合だと全長の方が4660、全幅の方が1930で、全高の方が1975ということで、縦横ここは若干レンジの方が大きい、大きいです、ね、ただこれってもうどっちにしても大きいじゃないですか、ね、そうです。でなおかつ幅に至っては両方1900超えてるんですよね、はい、あんまりここって、まあ、本当に駐車場のスペースの問題で、うん、まあ、ゲレンデ入るけどレンジローバー入らないんですって言うともうどうしようもないですけど、はいはい、もう使い勝手的にはあんまり変わんないんじゃないですか。もう同じ領域ですよね。どちらにしてもでかいですもんね。そう、ここまで超えちゃったらもう同じでしょ。そうですよ、ね、っていう感じの前高に関しては、まあ、9センチの差はありますけども、はい、今回ご紹介させていただくこのオートバイオがエアサス標準ということで、はい、まあ、上げ下げもできるんで、はい、曲がってる状態であればもちろんそのまま車高も上がりますし、はい、こっちの方が車高の方前高に関しては低いんで、はい、まあ、その辺も全然問題ないかなと、はい、本当にリストアップすると被ってくるというか。そうですね、はい、同じだからレンジローバー自体がやっぱり車種が多かったりとか、あとは結構弾数少ないんですよね。だからそこはやっぱりどうしてもその日の目を当たってこ来てないという、まあ、そこはちょっとレンジに失礼なんですけど、あまりこう選択肢の中に、ね、選ばれてなかったんじゃないかなというところなんで、というわけで、まあ、相場感も、まあ、寸法的なのも、はい、結構ライバルとして、はい、いい感じの立ち位置になってくるんじゃないかと、はい、そしてですね、外観今回紹介として見ていきたいんですけど、はい、今回のお車はブラックエクステリアパックがついているということで、はい、外観真っ黒クロスね。そうですね、はい、そしてボディカラーはカルパチアングレーっていうんですか、これ、はい、カルパチアングレーですね。これもオプションカラーになりますね。優勝カラーで、はい、ちょっと紫っぽいですかね。そうですね、でも僕の目がおかしい感じですか、うん、結構人気は今グレーって結構ありますよね、はい、割と落ち着いた感じのボディカラー、はい、そして今回コントラストルーフなんですよね、はい、同色系なんで割と分かりづらいんですけど、はい、ちゃんと屋根はグロスブラックになってると。なので高級感で言ったら 350D よりも圧倒的な価値かなと、はい、個人的にはですよ。そうですね、はい、というわけでこんな感じになって、そして装備もいいんですよね。はい、装備はいいです。今回ご紹介させていただくのがオートバイオということで、このピクセル LED、はい、シグネチャーデイライト付き、はい、これも標準装備、標準装備です。というわけでこの辺の装備もめちゃくちゃ良くなっていると、はい、まあ、あとはフロントカメラだったりだとかその辺のサポート系もレンジの場合、はい、充実しているということで、はい、まあ、装備で言っても全然レンジの方が圧倒的かなと。そうですね、はい、そして早速横行ってもいいですか、はい、で今回ご紹介させていただく車は22インチが装着されているということで、これかっこいいですね。そうですね、はい、これ塗って黒じゃないんですもんね。塗って黒じゃないですね、はい、純正のブラックのホイール、はい、なんでこの辺の高級感も、はい、非常にあるかなと、はい、で先ほどご紹介させていただいた通りエアサスペンションなんで上げ下げもできると。そしてですね、やっぱりこの辺走行性能にもいろいろ影響出てくるところだと思うんですけど、はい、やっぱり350とレンジ、うん、なんかイメージで言ったらですよ、うん、なんか350の方がオフロード性能ありそうな見た目をしてるじゃないですか、はい、見た目はね、はい、けどレンジってオフロード性能すごいんですよ、ね、すごいですね、はい、なんでちゃんとその高級感とオフロード性能を備えたところ、はい、ただどうしてもスタイリング的にはそうですね、ちょっとゲレンデの方がはい、はい、走りそうなイメージ、走りそうなイメージありますけどね。なんでその辺も全然遜色ないかなと個人的には思います、うん、そして横もブラックエクステリアパックで全部黒黒になっているということで、はいはい、まあ、この辺も黒で統一されている、うん、で今回のお車は1万キロ未満ということでコンディションも全然いいですね、はい、いいですね、はい、ということで傷だったりもかなり少ないこんな感じの答えになっております。そしてあとはこの後触れていきますけど、はい、
繰り返すようですが装備がいいということで装備がいい、はい、ソフトクローズなんかも全部標準ですもんね。はい、標準ですね。でゲレンデって良くも悪くもソフトクローズないじゃないですか。ないですからね、はい、パシャンっていうドアじゃないですか。はい、だからここは本当に好みが分かれるところだと思うんですけど、うん、まあ、快適装備を求める方は圧倒的にこっちかなと、うん、はい、そしてあとはやっぱりこのスタイリングがいいと思うんですよね。このデザイン変わってないですかね、昔から。そうですよね、はい、現行モデルに至っても大きく変えてきてないですもんね。あ、まあ、もちろんそのライトの衣装とか変わってますけど、はい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 、車のそのシルエット変わってないじゃないですか。シルエットね、はい、シルエットは、ね、まあ、この辺の感じだったりだとか、あと凹凸のない、うん、まあ、リアのバンパーこそこうちょっと出てたりとかしますけど、基本的にはもうこう前側もつるんとしたボディで、はい、まあ、高級感もありこう伝統のスタイリングを受け継いでるのかなと。続いて後ろに回ってきまして、今回ご紹介させていただいているのが21年式ということで、18年から後期になってるんですね、はい、なのでライト周りの衣装が変わってたりだとか、はい、その辺が違ってくると。であとはこの辺もブラックエクスペリアのパッケージが入っているということで、はい、全部黒くなっていると。であとはやっぱり装備がいいんで、はい、まあ、センサー類、はい、横で紹介するの忘れちゃったんですけど、横にもちゃんとカメラがついてて、はい、サラウンドビューになっていると、はい、続いて開けちゃっていいですか、はい、この辺だと思うんですよ。はい、もうフル電灯じゃないですか、はい、今回レンジの紹介だからっていうわけじゃないですけども、うん、装備に関しては、うん、まあ、レンジも20丸かなと、はい、一方350三角かなと。三角ね、まあ、どこを基準にするかによっちゃいますけどね。そうですね、うん、ただまあ快適装備だったりだとか、うん、便利機能に関しては、まあ、正直もうレンジの圧勝かなと、はい、そしてトランクこんな感じで、いつもバッグをそのまま行けちゃうと、はい、今回ゴルフクラブも刺さってますけど、リアシートをどうにかしなくてもそのまま詰めちゃうと、はい、であとは後ろこの辺、これオートバイオだと標準ですよね。標準ですね、はい、というわけでシートのコントロールも全部後ろからできちゃうと、はい、この辺だいぶいいですね、やっぱり。そうですね、まあでもここはちょっとね、ちょっと触れなければいけないかな。はい、と言いますと弱い、正直故障がやっぱり僕も聞いたことあります、はい、ここ動かなくなっちゃうとかっていうのがある、はい、なんでまあその辺はまあ、機能が多い分、はい、で高級車ってでもそうじゃないですか。そうですね、機能が多い分ね、まあ、故障のリスクも、ね、高いから、はい、リスクも漏れなく上がってきちゃうということで、はい、まあ、この辺いいのか悪いのかやっぱりお客様次第だと思いますけど、はい、まあ、便利なのを求めている方は、まあ、あった方がいいのかなと。そうですね、はい、あと容量的なものって、はい、正直使い勝手で言ったらゲレンデの方がいいんじゃないかなと個人的には思ってしまうんですよ、うん、高さが、高さね、はいはい、高さが稼げますし、なんかラフに使える感じあるじゃないですか、はいはいはい。ただレンジの場合、うん、工夫しなくてもこのゴルフバッグが詰めるっていうのは結構でかいんじゃないかな、うんうん、そうね、ここのね、こっち、ここ厚い割にはちゃんと入るもんね。そうなんですよ、ゲレンデってここ出っ張ってるんで、うん、ゴルフバッグそのまま詰めないんですよ、ね、うん、そうそうそう、斜めになっちゃうんですよ、斜めになっちゃうね。で、1段こうボードを引いて詰めるキットなんかもありますけども、うんうん、工夫しないと詰めないと、うん、それからレンジの場合は割とこう横が最初から取れてるんで、まあ、この辺もいいポイントなのかなと、うん。あとはもう一個大きなポイントとしてはレンジってこう2分割で開くんで、はい、ここのスペースいらないの結構ポイントかな。あ、このね、そうです、はい、ゲレンデってどうしてもリアのゲートがこう横開きじゃないです か、うん、かちょっと開けるってできないんですよね、うんうん、でなおかつ背面タイヤもついてるんで重たいじゃないです か、うんうん、かその辺このレンジって全部フル電動でしかも分割で開くんで、うん、リアのスペースもだから本当に40センチぐらい取れれば開く感じですよね、はい、かその辺の利便性も結構あるのかな、はい、続いて内装見てみたいと思います。先ほど触れたソフトクローズが全席標準装備ということでこの辺もいいポイントなのかなと。そして今回内装がこれだいぶかっこいいですね。かっこいいですね、このブラウンのレザー、そしてですねシートの方がパーフォレーテッドセミアニリン仕上げのレザーシートということで、パーフォレーテッドっていうのがこのパンチングですよね、はい、セミアニリン仕上げっていうのがこのレザーの質感を残したまんまこう着色する方法で仕上げられてるんで、ちゃんとレザーの風合いも残ってて、質感がめちゃくちゃいいですよね、やっぱりレンジのレザーって、うん、いいと思いますね。高級バッグみたいな、はい、スベスベの手触り、はい、そしてですねこちらのシートがなんと24ウェイフロントシート、はい、思いつくものは全部ついてる、はい、全部ついてます、はい、もうあらゆる調整ができて、なおかつシートヒーター、ベンチレーション、はい、マッサージまでついてる、はい、これはですね圧倒的にレンジの勝ちです。勝ちですね、はい、ただ、まあ、先ほどリアでも触れた通り、はい、まあ、故障とかそういう可能性、はいって言ったら、まあ、増えてるのかな、うん、レンジのシートはでもそんな故障しない、あんまり聞いたことないです。あんまり聞かないですね。というわけでこんな快適シートになってる、うん、あともう一つポイントなのはこのコンビのステアリング、はい、ウッドとレザーのコンビのステアリングもオートバイ標準ということで、はい、ステアリングもやっぱりめっちゃかっこいいですね。かっこいいですね。そしてあとはダッシュボードなんかに使われてるこのベニヤ仕上げの、はい、ウッドのパネル、これがなんか後期から追加された仕様なんですよね、はい、というわけでこの辺なんかもうめちゃくちゃおしゃれ、内装に関しても
正直あの高級感っていう観点で言ったらもうレンジローバーの圧勝かなと、はい、ただオフロードのその武骨さで言ったら、うん、ゲレンデの圧勝かなと、はい、だここは好みの問題なのかなと、まあ、好みですね、はい、だ高級感がいいのか、はい、まあ、オフロードっぽい、はい、ちょっと武骨な感じがいいのかっていうのは分かれてくると思うんで、はい、うん、続いて乗ってみたいと思います。このステップのところのオートバイオグラフィー、はい、このイルミ付き、はい、こちらもオートバイオ標準ということで、はい、まあ、この辺の高級感なんかもかなりいい感じじゃないかなと。で今回は居留室ということで内装のコンディションも非常にいいですね、はい、欲しい、あれ、はい、電動サイドステップどうですか、欲しいですか、高さ的に。まあ、なくても全然いけます。いけます、はい、はい、確かに電動サイド純正でもオプションあるんですよね。あります、40万、はい、50万ぐらいでしたっけ。50万以上しますね、まあ、つけていただいても、まあ、いいのかなっていう気がしますけど、まあ、お子さんとか女性の方乗せる機会があるんであれば、はい、まあ、後付けもできますので、後付けできます、はい、その辺ご相談いただいてもいいのかなと。僕のあの短い足でもいけます。いけますか、はい、いけます、はい、まあ、ゲレンデだとどうしてもあの純正のステップがあったりとかするんで、うん、まあ、もう一段あった方がいいかなっていう気がしますけど、まあ、低い分そのままもいけちゃうと。そしてシートだいぶいいですね。というわけで 24A のこちらのドア側に調整がついた。僕レベルだとどこがどんだけ調整できるのか分かんない、もう膝下も出せて前後も上げ下げもリクライニングもランバーサポートも全部できちゃうと。そしてメモリーに関しては3つ付いているこちらのタイプのシートになっております。そして先ほど触れたハンドルはこんな感じで、ちょっとやっぱり大きめですよね。大きめですね。でこの質感あの、はい、ぜひ乗って体感してほしいですよね。そうすね、独特ですよね。独特ですね。あのこのヌルヌルのステアリングフィール、はい、そしてあとはこんな感じのフル液晶のメーターと、はい、あとこっちのナビが、はい、前期って正直その表示関係も一世代前の雰囲気あるじゃないですか、うんうんうん、で後期になってからバックカメラの写りだったりとかもあのもう現代の車っすよ、はいはい、というわけでこの辺もめちゃくちゃ写りがいいし360度も使えて、でなおかつ個別にこの辺なんかサイドカメラの表示なんかも全部できると。これ単純に僕あの便利機能としてかなと思ったら、これオフロードでも結構使えるみたいですね。オフロード使いますね、はい、要はどんだけこう寄せられるかとか、はい、タイヤがそのちゃんと乗っかってるかどうかっていうのが全部確認できると、はい、そしてこっちのデレインレスポンス、このモード切り替えもエコモードともう一個増えてるんですよね、はい、というわけでモードが増えて7種類のモードになってると。そしてこの辺シートヒーター、ベンチレーション、はい、押して調整するタイプですよね。こんな感じでなんとマッサージまでついているということで、マッサージどうですか、あこれか、はい、パルス、いろんなね、はい、種類が。そしてあとはこの辺やっぱりウッドの質感めちゃくちゃいいです。そしてドリンクホルダーと、はい、こんな感じになってる、はい、これ暖かくなったり冷たくなったりはしないですよね。ないですね、はい、冷たいのはこちらで、はい、お願いします。そうなんですよ、これ冷蔵庫がなんとついてると。冷蔵庫じゃないですね、あの冷やす機能のついてるボックス、はいはい、2段階で、これもゲレンデにはないじゃないですか。ないね、はいはい、というわけでこの辺も圧倒的レンジの勝利かなと、はい、そしてあとはペダル関係はこんな感じでゴムのスタンダードなタイプ、ただ全然癖ないんですよね、はい、どっちかに寄っちゃってるとかアクセルが狭いとかっていうのもないんで、この辺も全然使い勝手いいかなと。で天井関係に関してはこのスウェード調のちょっと毛足の長いスウェードですね。そしてバイザー2枚ですよ。バイザーフェチの設計には、はい、もう嬉しくてたまらないバイザー2枚です、はい、で質感もすごくいいです。そして先ほど小島さんが操作している、スライディングパノラミックルーフ、はい、これバカデカさ、バカデカさ、はい、でこれが開くのもこんな感じで、あの何度も言うようですけど装備はもう圧倒的ですね。圧倒的ですね、はい、というわけでこんな感じになってると。シェードもだって全部電動ですもんね。電動ですね、はい、こんな感じの内装になっております。続いて後席見てみたいと思います。ですね、後席はもっと圧倒的かなと思います。いいねいいです何ですか今の間は。いやいいですねこれ。あのこれちょっと別にゲレンデと比較するわけじゃないですけど、うん、いろんな SUV と比較してもトップクラスです。トップクラスですよね。これトップクラスです。これは本当にあのまずリアシートと思えないこのシート、シート質感、あの普通の車で言ったらリアシートってだいぶ省かれてるじゃないですか、うんうん、座り心地だったり機能だったり、うん、あの前のシートと変わんないですもんね。
いやこれ最高ですよこれ。もちろんその調整の幅とかに関してはフロントみたいにこう 24A とかっていうわけじゃないですけど、うん、シートヒーターついてます、ベンチレーションついてます、はい、リクライニングに関しては、まあ、もちろん構造上フロントほどじゃないですけどだいぶいけますよね。いやもう寝るには最高ね。あの鉱石でこんなにリクライニングする車ってないですよね、うん、ない、うん、そして真ん中のセンターコンソール、はい、ポチッ。ちょっと毎回これさすがにここまでやりすぎだろうと思うんですけど、うん、全部電動なんですね。そうそう、ちょっとねちょっと怖いね。そうですよね、故障の時間が怖いですよ、うん、でなおかつ倒れるだけじゃなくって、はい、そこ開けるのも電動。電動です。でそこに関しては正直手動でいいよと思ってしまいました、はいはい、ただ全部電動になってる、はい、これやばいっすねやっぱり、うん、レンジそこはさすがに手動なんですね。手動ね、ここはね。でドリンククールダウンもついてる。さすがに幅があるんでそのセンターのそのアームレストみたいにした時にも、うん、全然こう2人で肘を置けますよね。置ける、はい、こんな感じになってる。そしてもう一個ポイントなのはエアコンがなんと4ゾーンということ、はい、これ動かす本当に SUV の形してるだけで、うん、あの高級車っていう観点から見ても、うん、もうトップクラスですよねやっぱり。で先ほど私先にちょっと試させてもらったらベンチレーションは正直フロントより効きが弱いかなって若干思いました。ああそうね、はい、レンジのベンチレーション結構スースーするぐらい効くじゃないですか、うん、リアそれほどじゃないですよ、うん、ただその辺もついてる。そしてシガー2系統に、はい、さらに USB のタイプ A も2系統、はい、そしてもう一個ポイントなのは一番下にコンセントもついてると 100V、180W、はいはい、ですね、MacBook が充電できますだいぶいいっすよね。だからだいぶいいよ、だいぶいい、うん、でしかもあのスペース的なものも、うん、私ね、身長168全然足頭ゆとり最高ですね。で先ほどうちのカメラマン身長188cm乗ったんですけど、はいはいはい、全然大丈夫です。大丈夫、うん、はい、それゲレンデだとそうはいかないじゃないですか。そうね、うん、ちょっとあの本当に SUV の、うんうん、あの乗ってるというよりか運ばれてるに近いリアシートになるじゃないですか、うん、でもさっきも言ったように、やっぱりその今今回ねちょっとゲレンデと価格帯と人気もあるんで、はい、まあ、ゲレンデっていう形で対抗させてもらってますけどこのリアは本当トップクラスよね、うん、ゲレンデじゃなくてもっすよ。なくても本当にあらゆる SUV の中で比較しても、うんうん、こんなに鉱石快適な SUV って、うん、多分あんまないですよね。トップクラスだと思います。本当にベンテーガとかカリナンとかそうね、そっちそれクラスじゃないですか。それクラスに確かに近いですねこの、はい、でそれにプラスしてマップランプもついててサンルーフもなんと鉱石から開け閉めがサンルーフっていうかシェードっすよね。シェードですね。シェードの半分まで閉めるのがなんと鉱石からできてしまうと。続いてエンジンルーム見てみたいと思います。でエンジンの方が 2992cc V6 ディーゼルターボ、馬力の方が258馬力600ニュートン、これがフォード製のディーゼルエンジン、はい、そしてですねこれ2016年に追加されてるんですよ、はい、なので初期のモデルはないということ で、はい、でなんか本国だと V8 ディーゼルもあるんですか。 V8 ディーゼルありますね、はい、ただ需要がないだろうということで、はい、日本には導入されてないということなんですけど、はい、こんな感じのエンジンになっております、はい、そして組み合わせるミッションの方が発足オートマで一方、G350 の方も3リッターディーゼルターボ、はい、ただミッションの方はもうちょっと細かくて急速オートも、はい、ただ馬力かなり近いんですね。近いですね、はい、なんと286馬力、はい、トルクに関しては同じ600ニュートンということで、はい、今回ちょっと高速に乗ってもらいたいんです。全然違います、はい、まあ、もちろんその足回りフレームの構造も全く違いますし、はいはい、履いてるタイヤも違いますし、はい、重量も違うんで、うん、まあ、一概にそこは比較できないと思うんですけども、うん、まあ、パワーユニットに関しては比較してもいいのかなという、そうですね、はい、近いクラスのこんな感じのエンジンが搭載されております、はい、行きましょう、はい、はい、ちょっとじゃあ復習でいいですか、はい、まあ、ここからはもう単純に試乗レビューですよね、はい、比較というよりかは、はい、はい、まあ、車違うんで乗り心地とこう比較しても多分しょうがないと思うん で、 う で、ね、でちょっと後期になったポイントを触れていいですか、はい、ここ結構でかいかなと。調整がシートの調整ですね、はい、前期あのシート下についてたんで、はい、こう手探りでやる感じだったと思うんですけど、はい、後期になってやっぱり見やすくなった、うん、でやっぱりこれだけ複雑な調整だから、うん、目で見て調整できるっていうのはベンツみたいななんかこう、うん、ポジションですけど、はい、
だいぶいいところなのかなと、はい、だとやっぱりウッドだいぶいいですね、はい、こんな感じで あと小島さん知ってました、はい、後期になってガラス変わってるらしいですよ、はい、ガラス、はい、ガラスが厚くなってるらしいです。なんか資料を読むと6ミリの厚さになって、はい、あの静粛性がアップしてるらしいです、はいはいはい、いわゆる一般的な車よりかも合わせガラスだし、合わせガラスだからね、厚みありますよね、あるあるある。だから後期になってより静かになってるらしいっす。それは知らなかった、はい、それは発見です。で今回私初のレンジローバーディーゼルモデル試乗でございます。はい、はい、本当に乗ったことないんで、はい、あの完全な未知数なんですけど、はい、めちゃくちゃ楽しみです。はい、はい、これはいいですよ。ありがたいことにあの V8 スーパーチャージャーとかちょっと、はい、あのイカれたやつしか、はい、乗らせてもらったことないんで行きたいと思います、はい、だ感じとしてはあの、はい、ディーゼル感もないですよね。あのエンジンのブレとか音とかね、そう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 、うん、すごいあの静かですよね。静かですよね。静かです、はい、本当にわずかにちょっとディーゼルのこの振動と、うん、本当にあの不快な音を取り払ったディーゼルサウンドがわずかに聞こえるぐらい。でもね、僕たちも時代遅れなんですよ。だってえディーゼルって、はい、その不快な音ってもう今の車ほぼしないんですよね。あ、でもたまにあるじゃないですか。あ、それも本当になんかなんていうのかな、一番 某イタリア車のディーゼルモデルとかまあ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 ね、あれこれ2世代ぐらい前のディーゼルじゃないっていうのをそうそうそう、たまにあるじゃないですか。そうですけど、うん、でもなんか現行のあのテクノロジーが、はいはい、入ってるディーゼルモデルに関しては、はい、ほんと静かになったっすよね。そうそうそう、最近なんだっけな、乗らせてもらったディーゼルで、うん、すごい懐かしいディーゼル感ですねっていうのがあった気がします。そう、ね、車種は忘れました、はい、某イタリアの車だった気がします、はい、だ多分そこを僕みたいにちょっとこう遅れてる時代についてきてない人間からするとびっくりするぐらい、うん、あの洗練されてるっすディーゼル、うん、あ、加速するとわずかにディーゼルサウンドが聞こえる感じです、はい、乗りやすい。そしてこのヌルヌルのハンドルがやっぱりいいっすね、うんうん、あとはちょっと物申してよければちょっとここはやっぱり使いづらいかなって、特にバックにめちゃくちゃ入れづらいっていう。めちゃくちゃ、はい、めちゃパーキングまで行っちゃうんですよ。あ、このこういうタイプだったらまだこう、はい、パーキングまで行かないでバックでピタッと止められるんですけど、うんうん、なんかガチャガチャってやっちゃうと、うん、漏れなくパーキングまで入っちゃうじゃないですか、うんうん、ここはでも慣れかなって、うん、ちゃんと2コマカチカチっていう、はい、そこぐらいですかね。ここはね変えなかったよね。そうっすね、うん、でもここのトラブルってあんま聞かないですよね。出てこなくなっちゃうとか、ないないない、おかしくなっちゃうとか。レンジのトラブル多かったのは何だろうな、この波が結構あれですね。あ、ちょっとあのブラックアウトしちゃうとかっていうのは。でもなんかオーシャン車全般ありません、まあ、ありますけどね、うん、初めの頃のモデルってあれ何でしたっけ、最近なんかブラックアウト連発してるメルセデスでしたっけ、うん、なんか割とトラブってるみたいな話聞かない、毎回言ってますよねそれ。毎回言ってるし、はい、そのテレビキャンセラーも、あー、もう二言見ないテレビキャンセラーっていうからさ、はいはい、違うでしょうと思うんだけど、でもその辺は新しいシステムの宿命なのかなと、うん、そうね。あとこの音がやっぱりイギリス車っていう、うん、はい、ウインカーの音、そうですね、うん、このポクポク音が、はい、はい、じゃあ行きます。今回は高速道路試乗ということで、はい、わ、すごいしっとりしてるっすねこれ、うん、めちゃくちゃ乗り心地いいんですけど、いいでしょ、はい、すごいんですよ、すげえ乗り心地いい。あとはこのバカデカボディなのに、うん、意外に乗ると大きさ感じないっすね、うん、でもその音の外の音とかもめちゃくちゃ静かです。全然静かなんですよ。あと車の動きが全部ゆっくりなんですよ。こう段差越えてもハンドル切っても、うん、本当にふわーっていう、すげえ乗り心地いいです。ちょっと今日あの、はい、あんまり喋らないと思うね、2人の人のことをこれなんかゆっくりとなんかこう落ち着いちゃう感じで、はい、あのこれまでいろいろ試乗の動画撮らせてもらいましたけど、はい、あの本当にいい車乗ると無言になるんですよね。無言になるんですよ。わーってなんか安心しちゃうというか、
やっぱりあのスポーツカーとか、うん、あの辺乗ると口数多くなりますけど、本当になんか7のロングとか、うん、ああいういい車乗ると、うん、本当無言になるんですよね。そうそうそう、これいいなっていう、めちゃくちゃ乗りやすいです。これのインテリアも結構いい感じに撮れてるんですね。質感めちゃくちゃいいです。別に売りたいから言ってんじゃなくて、これレンジ乗れば分かりますね、うん、であのスピード乗るともうほぼディーゼルサウンドしないです、うん、振動もほぼ伝わってこないです。すげえな、やっぱり。いや、新型試乗してみたいんですよね。新型ね、うん、新型思いのほかやっぱり最初に人気パーって出ましたけど、今ちょっと落ち着きました。落ち着いてる感じしますね。ではちょっとだけディーゼルのトルクを、はい、うわ、めちゃくちゃトルクありますよ、これ。トルクあるんですよ。いや、正直最近なんかあの本当に500馬力とか乗らせていただく機会も少なくないんで、ちょっと280馬力でしたっけ、300馬力ないのでこの巨体でどうかなと思ったけど、あ、全然全くないです。全然十分ですよ。はい、めちゃくちゃ乗り心地いい。どう、カメラマン？とってもいいですあのうちのカメラマンあんまりこう汚れてないんで、はい、うん、ピュアなんだ。ピュアなんだ。ピュアなんで、はい、うん、あの純粋なレビューが、はい、すげえ乗り心地いい、これ。いや、レンジいいっすね、やっぱり。いいでしょう、はい、いや、だからここは本当に好み分かれると思うんですよ、うんうん、途中も何回も言ってますけど、うん、なんかあの本当に武骨な感じで、うん、なんだろうな、ゲレンデみたいな、うん、もうザ・オフロード、うん、エクステリアも乗り心地も、まあ、装備も、うん、貫いてる車と、うん、このギャップというか、うん、SUV だけどめちゃくちゃ乗り心地が良くて、うん、ただ今ゲレンデ選ばれてる方で、皆さんが皆さんこうオフロード全開を求めてるかっていうと、やっぱりそうじゃない気するんですよね、なんか、うん、そうね、うん、ちょっと若干流行りもあるじゃないですか、うんうん、本当に長く乗るんだったら逆にこっちの方がいいんじゃないかなと思うんですよね、うん、やっぱりそう、ゲレンデ、みんなゲレンデ乗ってるからちょっと違う車チョイスしたいかなっていう時にはちょっと選択肢にはすごいいいと思うんですよね、うんうん、あとこれ長く乗るほどこれの良さ分かると思うんですよ、はい、あと仮にゲレンデほどのリセールじゃないとしても、うんうん、その分、うん、その快適なあのカーライフが過ごせると思うんです、うんうんうん、あとレンジいいと思うのはやっぱりこれなんですよね。わかります？このバカデカセンターコンソールプラスアルファ、これがついてるじゃないですか、うんうん、はい、これね、本当にもうゆとり。だから別に速い車に抜かされようが、うん、渋滞だろうが、もう何とも思わないです。心のゆとりがね、はい、心のゆとりが生まれます。だってこれ後ろの席なんかもっといいですよ、ほぼ寝ていけるような角度で。ここ回してこうあれなんですよね、固定するんですよ、ね、はい、高さが変えられるんですよ、高さが回して。だこれがファミリーカーだったらどんだけ幸せか。そうね、はい、でこのヌルヌルのステアリングも、じゃあ高速道路で直進安定性どうなのかと思ったら、うん、めちゃくちゃあるんですよ、あるんです、はい、結構あのふわふわの乗り心地で高速道路とかって、うん、なんていうんですか、少し安定性に、はいはい、かける風に感じることもあるじゃないですか、うん、全くないんですよね。ほんとセダン乗ってんじゃないかっていうぐらい。だから目つぶって乗ったら SUV 乗ってんのか、セダン、そのラグジュアリーセダン乗ってんのかわからないぐらい、うん、いや、ほんとラグジュアリーセダンですよね、乗り心地が。だからその足回りエアサスなのと、このタイヤの扁平があるのもあると思うんですけど、段差ほぼ感じないです、ほんとに。だね、そうですね、英国紳士のこの乗り物です、やっぱり。これってさ、やっぱり国産にはないよね、うん、ないですね、うん、国産車も最近、まあ、ランクルじゃないや、うん、レクサスの LX はじめ、うんうんうん、ラグジュアリー SUV みたいにも出てきましたけど、うんうん、ないですね、これは。ちょっとシートヒーターベンチレーションを使いたいんですが、ベンチでしょ、はい、マックスで、ありがとうございます。
いや全然取り回しも小回りも効くし、うん、はい、いやすごいゆっくりなんですよね本当にロールさせても、うん、動きがね、はい、うん、あベンチレーションやっぱりめっちゃ効きますねレンジ。もう T シャツだと背中スースーするぐらい効いてます、はい、いやシートヒーターとかも時期によってはもうこんなありがたいもんないなと思いますよね、うん、この辺の段差も、いいな。いやこのディーゼルのなんか洗練され具合はびっくりしました、うん、だディーゼルのオートバイオっていうチョイスが僕すごいいいと思いますよ。 あんまり市場にはないんですか。ないですね。オートバイオ自体がすごい少ないので、はい、でディーゼルはまあそこそこあったりしますけど、はいはい、このチョイスっていうのがすごい。確かにこれでエンジン多かったら値段ねやっぱりちょっと高かったりするじゃないですか。で新型じゃあ新型のところのラインまでもうちょっといい、まあ、新型がいいわけじゃないでしょうけど値段もちょっと価格帯的に2000万に近くなってきちゃうとやっぱりどうかなっていうのもありますし、やっぱりあとディーゼルモデルトルクがあるんで、うん、日本の車の乗り方に合ってるんですよね、うんうん、ストップ&ゴーも楽だし、うんうん、で燃費もやっぱりガソリン代排気量よりは全然いいわけじゃないですか、うんうん、で高速道路でこう巡航するときなんかトルクで巡航できるから、うんうん、だからなんでしょう BMW なんかもそうなんですけど、ガソリン車とディーゼル車で両方出てるモデルあるじゃないですか、はい、ディーゼル車の新車価格10万ぐらいしかかかんないんですけど中古車市場で 3,40 万変わっちゃってるってことありますかね。そういう感じなんですか。ディーゼルの方が高かったりする場合あるので、へえ、それなんかも結構驚きなんですよね。なるほど、はい、まあ今燃料代も高いですからね。そう、まあ、この辺乗る人はあんまりその辺気にしないんでしょうけど、いやでもねチリツモですかね。チリツモだし、はい、決して燃費がいいわけじゃないので、まあまあまあそうですね、うん、いやディーゼルいいっすね、感心しました。やっぱこういう高級車の車を経済的なディーゼル乗るっていうのがちょっとやっぱりいい感じの、そうですね、うん、あれかもしれないですよね。あとは小島さんズバリ聞いていいですか。はい、故障はどうですか。故障、はい、途中でも話したやっぱり装備が多い分もちろんね、故障、電気系のパーツが、電気系のパーツはもちろんある。長く乗っていく上では多分もしかしたらそのあるのかもしれないですね。確かにこれだけ電動パーツついてるとちょっと心配ですよね、うんうん、まあ、心配は心配だけど、はい、例えばじゃあ止まっちゃったとか走らなくなっちゃったっていうのはないんで、はい、あそれ僕も聞いたことないんですよね、うん、どうしようもなくなっちゃったっていうのは聞かないですよね。そうでもまあとは言っても新車でやっぱり1700万ぐらいのグレードの車なので、はいはい、やっぱりそのついてるもの、はい、装備されてるものに関してはやっぱりいいものついてるんで、あ、まあ、壊れてしまうとちょっとお金はかかってしまうかもしれないですね。なるほど、はい、まあでもそこはもうしょうがないんじゃないですか。やっぱりね いものをいいものですか、ね、まあそうですね、はい、そこを得るためにはやっぱ多少リスクは確かになければいけないですか。いやでもこれだけ快適だったらいいっすよ。ちょっと遠くに行きたいっす。これいいね遠くでね。ああちょっとあの遠く行く企画をやりましょうよ。ずっと言ってるじゃないですかそれ、うん、市場で。どの車で行くかな。商品車の距離を伸ばす。いやいやいやそれねちょっとあれだからね。めちゃくちゃいいな。で今ちょうどこう R の大きい高速のこう、うん、ところもあったっすけど、うん、あの車のロールは本当に少ないっす。うん、まあ、エアサスの制御なのかそのサビなのか分かんないですけど、ただこの巨体がやっぱりこう向き変えるんで、うん、結構こう持ってかれる感ありますよね、うん、でもこれってあのやっぱりその家族に乗られることって結構多いと思うんですよ、はい、奥さんも乗られた時でもどんな感じですか。やっぱり女性でも乗れそうな感じしますか。あ全然乗れると思います。ただもちろんその小さく感じるとは言っても、うん、実際の寸法はそれそこそこありますし、うんうん、あの取り回しは慣れるまではちょっと時間かかるかもしれないですけど、うん、ただ車が四角じゃないですか、うんうん、だから見切りもいいし、うん、あれ前どうなってるんだろうっていう感じもしないですよね、うん、
だとレンジよくできてるのはやっぱり SUV 性能すごく特化してるんで、うん、結構水平基調なんですよね、はいはい、だからロールとかその傾いたりしても、うん、その水平が分かるようにダッシュボードとか全部水平になってるんで、うん、ただその辺がすごく多分乗りやすい、はい、他のなんかこういうなんか最近の車すごいじゃないですか SUV でも乗ってるだけでちょっとこう圧迫感があるからねそういうのがやっぱり車内も広く見えたりしますし、はい、うん、目線もねちゃんと見えますから、ね、だから車のボディラインは美しいけどこれバンパーの形どうなってんの、うん、みたいな SUV あるじゃないですか、うんうん、ああいうのから比べたら本当にスクエアだし、うんうん、直線的なラインなんで、まあ、掴みやすいかなっていう感じはしますよね、うん、だ本当に前も全然フルサポートだし、うん、はい、見切りがいいんでその辺乗りやすいんじゃないかなって思うんですけど、うわもう全然っすね。ちょっとあれだよね、やっぱり口数少なくなっちゃったよねいやだいぶ無理に喋ってますもん本当に、はい、だってさっきのあの高速の出口の坂道とかも、うん、全然アクセル余計に踏まなくてもそのまんま速度維持して登っていけるんですよ、うん、だからそのお分かりいただけただろうか、でもそのまんま速度維持して登っていけるんですよ、うん、だからその僕みたいななんか V8 で大排気力でガソリン車でブイブイ言わせたいっていうんじゃなければ、はい、多分一番使い方マッチしてんじゃないかな、うん、日本の道路事情とか、うん、だってアイドリングストップ別にオフにしなくてもいいやって思っちゃいました、うん、はい、いつもだったらもう速攻オフなんですけど、はい、って思ったんですけど、なんでこれパチ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 するんだろうね。さっきから点滅してますよ、来ちゃいました。一回かけ直します。かけ直す。ETC カードが残っています。一回スリープ入れないとダメかもしれないですね。そうだね、うん、はい、お亡くなりになりました多分これはバージョンアップで大体治るっていうパターンですね。なるほど、はい、ちゃんと全部正直にお伝えします。はい、はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様です。じゃあ最後になりますけれども、はい、私の方からまとめよろしいでしょうか。あ、どうぞ。まず相場、はい、割と近い、はい、ただグレードのこう差がもちろんあるんで、うんうん、まあ、なかなか比較は難しいかもしれないんですけども、はい、まあ、検討対象に入れていただいてかなりいいんじゃないかなと、はい、あとは装備、これに関しては申し訳ないんですけども、はい、圧倒的なレンジの勝利です、はいはい、ただ、まあ、途中でも触れましたけど、やっぱり装備が増えれば増えるほど、うん、やっぱり故障だったりだとか、うん、トラブルのリスクも全くなくはないので、はい、まあ、その辺なんかは、まあ、使い方だったりだとか、はい、まあ、必要か必要でないか検討していただいて、はい、まあ、見極めていただければいいんじゃないかなと、はい、あとはこれ途中で触れなかったんですけど、一番重要なとこ言っていいですか、はい、リセール、はい、これはズバリ小島さん的にはどうでしょうか。難しいね、うん、ダメましたね今だいぶ。そうですね、でもね、どうですかね、レンジが球数が少ないので、ここは本当に何とも言えないですけど、でもレンジもここはちょっと気をつけていただきたいのが、やっぱり選ぶんだったらオートバイをに選んでいただいた方がいいですね。球数すごい少ないんですけど、さっきの装備の内容もあるんですけど、差がすごい激しいので、全部が全部レンジだから今、ね、さっきのオプションも勝ちってことじゃないと思うので、そこはやっぱり見極めていただきながら、本当に装備が新車からプラスアルファといろんな装備がつる車なんで、そこを考えたらオートバイオだったら僕は、うん、同じぐらいドローに行けるんじゃないかなという希望も兼ねて。なるほど、はい、確かにレンジって装備の個体差がめちゃくちゃ激しいんですよね、はい、ついてないのって本当に何もついてないですよね、はい、ないんで、でそれで距離走ってたりすると、はい、結構こうガクンって下がってたりするんですけど、はいはいはい、しっかり装備がついてる上位グレードの今回ご紹介させていただくようなオートバイオとかだと割と値段も残ってる、残ってます、はい、でも350だともう、はい、なんかもう何でもかんでも残ってる感じがするんで、はい、そうですね、だからそういったところからすると車選びに簡単なのはもしかしたらゲレンデかもしれないですね。なるほど、はい、というわけでそんな違いがあると、これ参考になったんですかね、大丈夫ですかね。いやでもまあちょっとこうね、僕はこれにちょっとスポット当てたかったんで今回、はい、若干私的には、はい、比べる車じゃなかったかなという気もキャラクターが結構違ったんでね、はい、まあ、まあそこはね、本当にオフロード色が強い、はい、見た目も内装も、はいはい、そういうのがいいっていう方はやっぱりゲレンデだし、はい、でも皆さんおそらくもうそういう方じゃないと思う、はいはい、ゲレンデにもやっぱり快適装備だったりだとか、うん、乗り心地、うん、
もうちょっとあったらいいなって思ってる方もおそらく少なくないと思うので、まあそういう方にぜひ検討対象に入れていただいて実写見ていただければやっぱりいいじゃん、うん、でもやっぱりね僕これ思うんですけど、僕たちってやっぱりその仕事上いろんな車を見させていただいて、まあレンジなんかも、まあ、見るのって別に普通じゃないですか。でもそうじゃない方ってたくさんいらっしゃると思うんですよ。ゲレンデはやっぱりよく見えるけど、確かにレンジってやっぱ見たことないよねって方絶対いらっしゃると思うんですよ。そういう方にもちょっとぜひその選択肢の一つとして、はいはい、一回見ていただきたいですね。そうですね、そうです、はい、というわけでこんなちょっとチャレンジングな企画だったので、まあまあまあちょっとね、はい、スポット当てるということで、はいはい、というわけで今回は350と少しだけ比較してみました、はい、というわけで今回はレンジローバーオートバイオグラフィーをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。